ねえ、なんか教えちゃってもいいかなってことある？それって見てくれてる人にですか？うん、そう。あー、このリビングが床暖ってことは見てる人あんま知りませんよね。あー、そうだな。確かに床暖房ね。そういうセリフとか設定は出てこないか。でも確かにここ何がいいって床暖があることだよね。そうだね。だから集まってきちゃうんですよね、みんなここに。ね、そうだよね。贅沢だよね、この家。つーか俺たち子供の頃なんかこんなの考えらんなかったよな。だってお前床が暖房なんだぜ。床が暖房なんだぜ。いや2回言ったね、テラさん。いや2回でももう何回でも言うよ。だってお前ほら床が暖房なんだぜ、松重。あとは動物かなんかいたら最高なんだけどな。あー、いいね、動物いいね。動物飼いたいね。あー、犬とかいいね、たまんないね、動物。みんなで散歩行ったりしてさ、海の方まで。豚とかアヒルもいいかもね。庭広いし。都会じゃ飼えないやつか。いいなー。あ、やばい、夢広がっちゃいますね。おい、待て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 、夢広がんのはいいけど、俺動物飼い出したらマジで出られなくなるぞ。ここいいのかお前ら、いいのか。いや、うんじゃねえよバカ野郎、乗ってきてんじゃねえかよ。金曜深夜0時12分バイプレイヤーズ絶賛放送中。だからうんじゃねえんだよバカ野郎。